にゃにゃーん、どうも、シュネコです。今回もストーカーから被害を受けている友人の相談やっていきたいと思います。パート2ということで、前回の続き回ですね、やっていきましょうということで、ふー、爽快爽快。お掃除をスキップされたという、やるせない現実も一緒になるってよくよく考えてみると、俺のもう片方の隣人バツイチの谷口さんで女性じゃないんだよな丁寧に顔まで出て59歳なんですね。でもそうなるとあいつが言っていた赤い服着た隣人って誰だよっていう話になるし、だからその周年子の隣の部屋に住んでいる人が、まあ、谷口さんで言うと待てよ人だよね。絶対危ないやつにつきまとわれてるよな。なんだよこの大量の歯ブラシ、絶対そんなにいらねえよ。 1,2,3,4 なんか6本7本ぐらいありますね。なに、おーびくさー、あんぼろってきた。思い出したんだよ、赤い服の女の子とどっかで見たことあるなーって、ずっとモヤモヤが引っかかってたんだよな。イエーイイエーイイエーイだね。そう。で、どこで会ったんだ？おー、なに？俺が、こないだ、歯ブラシを買いに外出したときにさ、ちょっとセーブしましょう。ほい。おー、なにわおるじゃん。もういてるじゃん。じっと見つめてくる人がいたんだよ。すっごいわかりやすいレベルでストーカーだな。そうだよね。なんか、いや、それがどうなったんだろうね。ずっと無言でこっちを覗いてくるからさ。おぉちょっと待ってよ。やり返さなくてもいいんじゃないの？俺も負けじと見つめ返したんだよ。突然返すな。不審者が増えてしまったんじゃないか。その人が陸上。何？え？何これ？急に。待った。お前の顔、でかくない？あ、そう言われたら、でかいような感じがする。ストーカー女と比べてみても、一回りどころか、二回り、三回りもでかいぞ。ほんとだ。おお、そういう戻し方？ほんとだ。よし、これで大丈夫だな。何が大丈夫なんだって、歪んでやってるよ。電球。玄関の落書きも、そいつが書いたのかね。他にも、被害とか受けてないのか？被害か。実際に出会って、何かされたってわけじゃないんだけどさ。先日ぐらいやったかな。あ、先月。夜中にベッドで、寝転びがなら動画見てたんだよ。おお、なに、おお、なにこれ。まさか清原が、え、ただじゃない。ダメだー、もうダメだ、読みが。元コラボをするとは、薬の種類と味の違いを詳しく解説して学べるな。参考にしてもいいけど、実用はすんなよ。そういうことね。ん？何？物音？怖いからセーブしよう。いつも通りで怖いからセーブしよう。何？え？玄関の方からか。え？なんだろう。見てみるか。え？うわ、怖い怖い。友人。とも。おお、何？おお。何？そして、覗き穴を見たらさ。え？うわぁ、見えた！いやぁ、ホラーだ！いやぁ！赤い目があったんだよ。どうしよう。赤い目か。怖ぁ！このチョコも怖ぁ！それで、誰かいるのかなって思って、すぐさまドアを開けたんよ。開けたんだよ。恐れを知らないのか？本当だよ。ドアの向こうには、ああ、じゃあ、え？
誰もいなかったよ。嘘。マジ何だったんだろうね。嘘。そんな経験してよく、そんな経験しておいてよく笑えるな。まあ二択だったら上かな。まあ大丈夫、それ何よりだよ。でも確かにいたはずなんだよな。実体験万引きバボーだね。それって周りはよく見渡したのか。ん、いや特には。え、もしかしたら何。ああ、いやドアの後ろに隠れてるのかもな。いやなんちゃって、怖ー、ホラーだよー、怖ー。なるほど、その発想はなかったわ。やっぱり石猫はすげえよな、すげえな。だからその笑顔おかしい、でっかくの中見てくるよ。あー、いやー、ホラーだ、ホラーになっちゃった。いやー、え、おお、よかった。なんかその音でね、もうちょっと乗るんかと思って、物音、気のせいか敏感になってるな。通ったけど、なんか欲しいものある。え、ほんと急だな。ストーカーについて話し合わなくてもいいのか。欲しいものねえ、どれ。いやいやいや、金、金、金。いやでもまあ貯金はしておきたいけど、そのまあまあ額にもよるよね。フォロワー、お金かな、王道だな。まあ普通そんな感じだよね。ちなみに何に使うつもりなの。いや貯金ってさっき言いましたので貯金です。え、ツイッターのフォロワーを金で買おうかと。なんか俺フォロワーが少ないんだよね。こんなにフォローしてんのにな、ツイッター向いてないんだろうか。アイアム主人公。32.2万って、え、32万2000人ってことかな。ツイッターのフォロワーをか、じゃあ今ここでプラス記載な。俺がフォローするよ。友達、どうもー、どうもー、どうもー。なんて優しい子なんだ。うれしい、ありがとう、ありがとう。ともよ。俺、リアルとネットは分けて考えるタイプの人間だから、遠慮して、ちょっと、シュネコそこは、ありがたくさ、ありがたい、ありがとうって言って、感謝しようよ。感謝しよう、感謝しようよ。そっか、ごめんね。ごめんよ、とも。ごめんね。ほんとごめんよ。はい、ということでですね、時間がちょうどいい感じになったので、今回のパート2はここまでにさせていただこうかなと思います。次回もお話続いていきます。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ってことで、ありがとうございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter などもやってますので、よろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。